ルイジ・ボッケリーニは、イタリアル化生まれの作曲家、チェロ奏者。同時代のハイドン、モーツァルトに比して、現在では作曲家としては、隠れた存在であるが、存命中は、チェロ演奏家として名高く、チェロ競奏曲、チェロソナタに加え、弦楽四重奏曲を90曲以上、弦楽四重奏にチェロを1本加えた、弦楽五重奏曲を100曲以上作曲し、自身で演奏も行った。 その中でも、弦楽五重奏曲補聴長 G275 の第三楽章は、ボッケリーニのメルエットとして有名である。その作風はハイドンに似ていながら優美で時に憂いを含むものであり、バイオリニストのジュゼッペ・プッポからは、ハイドン夫人と呼ばれた。台本作家のジョバンニガストーネ・ボッケリーニは2位。当時弦楽器が盛んだった。 イタリアのルッカに5人兄弟の3番目として生まれる。父レオポルドは、町学士のチェロコントラバス奏者だった。彼や、ルッカ大聖堂学長のフランチェスコバヌッチラからチェロを学び、13歳でデビューを果たした。その頃までも研さんを積み、20歳前半には、父と共に、ウィーンの宮廷に勤め高い評価を得る。父が亡くなった後は、バイオリン奏者のフィリッポ・マンフレーディと組み、 ヨーロッパ中で華々しく演奏活動を行う。1768年には演奏会の本場パリのコンセールスピリチュエルで成功を収めるなど名声を極めるが、1769年スペインの宮廷に招かれドンルイスミコツキ奏者兼作曲家となりマドリッドでご反省を送った。かつては1785年ドンルイス王子の死去後は、 ブランデンブルクプロイセンに渡りフリードリヒビルヘルム2世に使えたと伝えられていたが実際には王室作曲家のままスペインを離れず作品をブランデンブルクプロイセンに送っていたらしい晩年は失職し貧困と忘却のうちにこの世を去った遺骨は1927年になり記事ルッカへと移されているボッケリーにはハイドン、モーツァルトと 同時代の作曲家でありながら、彼らとは一味異なる独特な作風を誇示していると言われる。つまりモチーフの展開を中心としたその他形式を必ずしも主体とせず、複数のメロディーを巧みに繰り返し織り混ぜながら、情緒感を出していくのがその特徴で、時としてその音楽は、古めかしいバロック音楽のようにも斬新な、ロマン派音楽のようにも聞こえる。また、後期の作品には、 スペインの固有音楽を取り入れ国民楽派の先駆けとも思える作品を作っている。これは一つには、ボッケリーに自身が当時まだ通奏低音に使われることの多かったチェロのビルトオーソであったため、自らを主演奏者とする形式性より即興性を活かした音楽を作ったこと、また当時の音楽の中心地であるウィーンやパリから離れたスペインの地で活躍していたこともその理由として、 考えられる。ボッキリーニの音楽史上の功績としては、室内楽のジャンル確率が上げられる。弦楽史重奏曲と、とりわけ弦楽五重奏曲では抜きんでた量と質を誇っているが、ジャンル確率に欠かせない音声を対等に扱うという点では最初期の作品において十分完成されており、これは同時代のハイドンの作品群を凌駕している。ベートーベンの活躍以降、 ボッケリーニのような形式をさほど重視しない音楽は主流とはみなされず、二十世紀まで一部の楽曲を除き忘れ去られていたが、近年になりその情緒劇で優美な作品を再評価する動きも出てきており、その中にはチェリストのアンナービルスマもいる。ドン・ルイス王子の家族5夜がボッケリーニがマドリッドに来た時、オーケ直属の音楽長には同じイタリア人のガイターノブルネッティが すでに就任しており、ボッケリーには、王位をめぐる紛争で、幽閉状態であった王の弟ドン・ルイス、ミコツキ作曲家という地位に甘んじなければならなかった。この地位は、生涯変わることはなかったが、その謎を解く鍵となる逸話が、ボッケリーニの子孫に伝えられている。ある日のこと、ボッケリーニの新しい室内学の評判を聞いた、カルロス王子は、彼を宮廷に招き、 自らその曲の演奏に加わる機会を作った。カルロス王子は、第一バイオリンを担当した。途中、第一バイオリンに、ド、シ、ド、シを繰り返す場面があり、しばらく我慢していたミコもその長さにしびれを切らしてこう、言った。ド、シ、ド、シ、こりゃひどい。初心者でもこうは格まい。ボッケリーには反論する。殿下、よくお聞きください。 第一バイオリンの繰り返しの間に奏でられる、第二バイオリンとビオラの響き、またチェロによるピチカートを。これらの音の対話が見事になされたとき、そのフレーズが単調との思いは失われるでしょう。ど、し、ど、し、半時も。なんと、愉快な対話だ。下手な初学者の悪い見本棚ボッケリーには引かなかった。殿下、よ用な判断をされる前にご自身の音楽への理解を、 お深めください。怒った巫女は、ボッケリーニの足を掴み、窓から落とさんばかりであった。その後、二度とオーケーに呼ばれることはなかった。それからしばらくしてブルネッティはオーケーへのご追従から、ド、し、ド、シをわざと繰り返す、公共曲を作り、変人と表題をつけたと言われている。ありがとうございます。